ってのとっておきのサプライズを君に、たとえ99の悲しみが襲いかかろうとも、君にとっての困った時のヒーローだから、残りの 1% で僕が救ってやるさ。これは損でも損でもって得の話なんかでもなくって、仮にとんでもない悪夢が君へ襲いかかろうとも、僕が僕らをつなぎ止める魔法をかけるさ。このラブソングで Baby 泣いたりしないで、いつだって救いに駆けつけて、愛してるって言葉にして、抱きしめるよ悲しみも全部、私なんかって言わないでよ、言わせてごめんね、これからは大丈夫だから、僕が守るから。幸せの日々だけルーティン、後悔はさせないもん、二度と何気ない日常がカレンダーが彩られてく、二人相手満たされてくモーニング、言葉だっていらない関係にお互いもう惹かれ合ってる、君へ紡ぎ出していくメロディー、愛と愛で何度も塗り重ねていく、ここはそう二人だけの世界、誰にも邪魔はさせやしない、愛してる、いや愛してる、言葉にしたいのはそれだけじゃなくって、僕は今世界で一番幸せ者だよ。しないで、いつだって救いに駆けつけて、愛してるって言葉にして、抱きしめるよ悲しみも全部、私なんかって言わないでよ、言わせてごめんね、これからは大丈夫だから、僕が守るから。 Baby 描いた理想だって覆すような夢を見よう、残りの寿命を使って書き留めるよ幸せの全部、一生を捧げてでも君を愛すから、離れないでね、離さないから、この先年を取ってもこの先何があっても、僕ら二人で映していきたいよ、僕ら二人一つ一つのに最強、お互いに変わりなんてないから、ここから私服も咲いていたいから、永遠に僕にとってのとっておきのさ、死にが襲いかかろうとも、君にとっての困った時のヒーローだから、残りの 1% で僕が救ってやるさ、このラブソングで。